クアンマヌエル・イトゥルベ・アレバロスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。パラグアイ代表、アナム所属。ポジションは FW。2009年6月28日、パラグアイのセロポルテーニョでデビューを果たした。2010年8月、アルゼンチンのキルメス・エシーに移籍した。2011年1月、ポルトガルの FC ポルトに移籍することが決まった。 なおチームに加入するのは18歳になった時である。ポルト加入までの間、古巣のセロポルテーニョに復帰した。2月17日、コパリベルタドーレスの CSD コロコロ戦で2ゴールを記録した。2013年夏にセリエ A に昇格したイラスベローナにレンタル移籍した。昇格したチームを10位に導いた活躍が認められ、ユベントスや AC ミラン、エースローマ、 レアル・マドリードといったイタリア内外の競合が彼の獲得に動いた。2013から14シーズン終了後、エラス・ベローナは1500万ユーロでの買取を決定。2014年7月16日、争奪戦を制した AS ローマへの移籍が決定した。移籍金はボーナスを含めて2450万ユーロと発表されたが、実際は彼の保有権を持つ、 第三者に支払う金額も含めて3000万ユーロ近いと言われている。2016年1月1日、AFC ボーマスにレンタル移籍した。2017年からトリノ FC にレンタル移籍した。2017年8月21日、メキシコリーガ MX のクラブティフアナに買取オプション付きのレンタル移籍した。パラグアイ代表として2009年に親善試合のチリ、 代表戦で16歳の時に A 代表デビューを果たした。またアルゼンチン代表として2011南米ユース選手権 2011FIFAU-20 フフ20ワールドカップに出場したが最終的にフル代表はパラグアイ代表でプレーしている。ありがとうございます。